こんにちは、高橋由太です。今日はローラン展開と、まあ、こちらはですね、テーラー展開と非常に似た形のものですけれども、こちらについて説明します。ローラン展開とはどのようなものかと言いますと、複素平面内領域 K で関数 K が点 A を除いて正則であるときに、点 A を除いてです、正則であるときに A を内部に含む領域で、A を内部に含む領域というのは、こうイメージというとこうドーナツ的なものをイメージしてください。で、A が内部にあって、そのドーナツ的なところ、そのドーナツ的な領域のことを指しています。A そのものは領域には入っていません。それをちょっと頭に入れてください。A を内部に含む領域で次のようにローラン展開できるということで、まあ、Z-A 分のというこの不べきの項と、あとは Z-A が、まあ、あの上の方に来る、ね、項とあります。だからこの不べきの項を取り除いてしまえばテーラー展開と同じ形になりますので、ちょっとね、ローラン展開とテーラー展開ちょっと親戚のような形ですが、まあ、その違いというのは後で説明させていただきます。はい。で、どうやったらこのようなものが出てくるのかという証明を次にさせていただきます。そうしたときに次の平経路を考えます。まあ、先ほど私が手で説明したちょうどドーナツ型の領域です。はい。C1 行って、で、また直線の経路を通って C2 行って帰ってくると、ね、でこういうドーナツ型の領域で、点 A はこの領域に入っていませんから、ここではあの FZ というのは正則ですから、このあのまあ、ぐるっといった周回は、での積分は FZ の積分っていうのはゼロです、ね、それでここではあの公式の積分公式、公式の積分公式というのは、まあ、これそのものですが、以前私も投稿したものですけれども、ね、正則なものに関しては FA イコールこういうふうに書けるよと、ね、いう公式があります、はい。まあ、同じものです。で、これをさらに細かく見ると、C というのはこの一周分全部のことを言っていますので、C1 の部分、外、外周ですね。あと C2 の部分、内周の部分と分けることができますよということです。この直線部分は行きと帰りで方向が逆ですので、まあ、相殺されますので、ここは考える必要があります。はい。で、それぞれの積分値を考えますけれども、まず外側、ね、C1。で、非積分関数の変数はここオメガとしておりますので、このオメガ、オメガが C1 上にあるとき、ね、Z というのはこの内部の点ですから、まあ、ここら辺のことを考えていただければいいです。そうしたときオメガから A の距離と Z から A の距離というのを比べたら、まあ、あの図で分かります通りオメガから A の方が距離があるわけですね。ですからオメガマイナス A分の z マイナス a というのは1より小さいということが言えますので、まあこれをうまく使って、まあこの非積分関数のオメガマイナス z をべき級数展開しますと、このオメガマイナス a 分の z マイナス a が出てくるように式変形をしますと、このような形でべき級数展開することができます。なので C1 上の積分、 C1 上の積分というのはこのことですね。こちらの積分を今から計算していきます と、非積分関数、ね、このような形に書き換えることができますので、結局、Z-A の N 乗というのが出てきます。ここの、まあ、積分のオメガに関する積分の値はちょっとよく分かりませんので、これを、まあ、仮に AN というふうに定数にします。で、正直なところ、ローラン展開今後ね、使うときに、ここの積分値はあまり重要では正直ないです。あの、わざわざ積分して求めるものではないので、まあ、何かの値になるという程度の認識で構わないと思います。はい。C1 の方に関しては、まあ、正のべき、ね、分母の方に出てくるものではないんだと、正のべきだという認識で構いません。次に C2 上の積分。C2 上というのは、この内側の方です。そうすると、ここに変数オメガがあるときは、今度、オメガから A の距離と、Z から A の距離の代償関係逆転しますので、さっきの逆ですね。分母分子が逆になります。
で、これを考慮して、またオメガマイナス Z 非積分関数を、べき係数展開するとこのような形になります。それで展開していきますと、ね、今度また Z マイナス A が今度分母、不べきの方に出てきます。で、また、この積分値はまあ何かになるという程度で構わないので、A のマイナス N プラス1番目という、まあ、定数の書き方にさせていただきました。で、これで、C1 の方は、まあ、正のべきですね。で、C2 の方は負のべきと。これを合わせることによって、ローラン展開、ね。まあ、この、不べきの部分と、正のべきの部分が出ますよ、ということが言えます。で、まあ、ちなみに、専門用語で、不べきの部分を主要部、ね、正のべきの部分を正則部、なんていうふうに、まあ、呼ぶことがあります。はい。で、テイラー展開とローラン展開、まあ、不べきの項があるかないかと、言ってしまえばそれだけですけれども、どのようなところで、その、展開しているかという違いを、まあ、一回気をつける必要があります。テイラー展開は、まあ、正則な点の周りで展開しているわけですね。うん。まあ、だから不べきの項が出てこないと、ね、いうことが言えますけれども、ローラン展開は、ある特異点の周りで生息して、展開しています。特異点そのものじゃないです。特異点の周りで展開しています。まあ、ただ、計算の結果ですね、不べきの項、Z-A 分の1という形の不べきの項、主要部が出てくるというところで、まあ、その展開している点の違い、ね、あるいはその結果に、テイラー展開、ローラン展開で違いが出てきます。で、このローラン展開というのは、結局、まあ、いろいろな活用方法がありますけれども、複素解析学の最初の段階では、まず流数定理に、こう、ローラン展開というのは使われます。これは別の時に、また動画を投稿させていただきます。はい。で、実際、まあ、ローラン展開をするとどういう感じになるかというのを、実際の、関数を用いて説明していきます。例えば、z×z プラス、1分の1を、これは特異点は z が0の時とマイナス1ですけれども、z が0のところの周りでローラン展開しますと、まあ、まず z 分の1というのはそのままでいいのですが、z プラス1分の1というのを、まあ、このように表現直して1マイナス括弧マイナス z というふうに分けて、まあ、このマイナス z、z のイコール0の近くでは非常に、まあ、小さい数ですから、べき係数展開することができますから、まあ、このような形になると。で、もともとあった z 分の1をかけて、z 分の1マイナス1プラス z マイナス z の2乗という形になると。不べきの項はこの z 分の1というところに出てきますので、まあ、やはり、この特異点であるというところがここで現れてきます。2番目、z プラス1かける z プラス2分の z。これを z イコールマイナス1の周りでローラン展開すると。ここに z プラス1というのがありますから、やはり、この関数は z イコールマイナス1は特異点であるということが言えます。もともとの z プラス1分の1というのはそのままにして、残りの z プラス2分の z というのを分けて、こちらを考えていくと。で、こちらを z プラス1を用いて表現し直すと、z プラス1分の1分の z プラス1マイナス1ということが言えると。で、この、上にある分子の部分をちょっと前に持ってきて、分母をちょっと一人ぼっちにさせると。で、マイナス、括弧、マイナス1プラス z というようにちょっと表現し直して、まあ、これは z イコールマイナス1の近くでは非常に小さい数ですから、まあ、これ全体でべき係数展開することができます。ね、それと、もともとあった関数を掛け算するというと、まあ、結局、このような形で、最初に不べきの項が出てきて、という感じでローラン展開できたよ、ということが言えます。まあ、このような形でローラン展開して、最終的には、まあ、こういった非積分関数を流数定理に用いると。まあ、特異点の周りでの積分に用いるということになっていって、まあ、これが最初の複素解析学を勉強するときのクライマックスにいよいよつながるということになります。これはね、また別の動画で投稿させていただきますので、そちらもぜひご覧ください。では、最後までお聞きいただきありがとうございました。さよなら。